長久寺は、大阪市中央区にある日蓮州の寺院、大阪七福神の福六寺を祀る。寺伝では天正七年に日賀によって創建されたと、する。その後、天正十七年四月に、淀殿が、この豊臣秀頼の文分長久を祈願するため、片桐勝元、王の修理の助が武行となり、大阪城追記の余り罪をもって本堂が、建立されたとするが、年代が合わない。 しかし、こうした話から、当時は、ヨド君の寺とも呼ばれている。聖徳2年6月、本堂以外の道運が消失するが、法暦、明和年間に復興した。明治時代になると、廃物希釈もあって、当初は衰微していたが、後に、書道の修繕が行われている。1937年には、楠ス通りの拡張工事のために、 境内地の北部分百四坪が削られることとなり、本堂、客殿、大尺堂、妙剣堂、栗、土蔵、門、墓地あたりの移転が行われ、翌1938年11月に完成した。1945年の大阪大空襲の際には、爆弾の直撃を受け、本堂の屋根の3分の1が吹き飛んだが火災は、免れている。1958年から始められた。 谷町筋の拡張工事のため、今度は、境内地の東部分約1800平方メートルが削られることとなった。そのため、本堂、大門、大尺堂、栗は奈良県奈良市にある薬師寺に移築され、本堂は現在、ジオン殿となっている。他の堂も他の寺院に移築され、現存している。境内地が縮小してしまったので、 それに合わせて1963年に鉄筋コンクリート作りの近代的な本堂が建立された。ありがとうございます。